前回あれ窓マギ2だったんで、あ本当は今日も窓マギ2したいんだ。ただ窓マギ2、窓マギ2になっちゃうんで連チャンになっちゃうから、まあ何がいいかな。はい、ということで今回は新潟県柴田市にございますミッドガーデン柴田店さんでの回転くん撮影、先月ですねこちらのお店に来て、銃を撃ったんですけど見せ場もなく終わってしまいましたんで、今回は見せ場のある絵を作りたいなと思います。はい、ミッドガーデン柴田店ね、やってまいりました。どうす、どうす、寒い。さあ、ハーデス凱旋。はい、絆。絆だね、みんなね。じゃあ、余裕で取れるかな。ただ、どこにあるのか知らないんでね。ここ？あ、あった。ありました。信頼です。はい、いやでも前日出てますねこれ。あでもそうでもないのか。あ前前日がすごい出てますね。はい、ということで今回は信頼、山下さんの信頼カンフーレディテトラで行ってみたいと思います。えいえい。はい、それじゃあ打っていきましょう。初打ちです。おそりパーチャース。挟んだ方がいいのかな。スイカが転廃したら中リールスイカを狙う感じなのかな。まあなんか演出が起きたら狙うでもいいのかもしれないですけど、一応狙っていこう。うん、初打ちとあと解析は見てないです。はい、いやーねー、僕カンフーレディ初代カンフーレディねすごい好きでめっちゃ打ってました。はい、まあそれからね ART 機とかなっちゃってって言い方あれだけど、まあ僕の中でのカンフーレディってやっぱねノーマルタイプのイメージがすごい強かったんで、いやーもう待望かどうかわからないけどまあ展開次第ですよね。展開次第というか打ってみてあー楽しいかなって、まあ楽しいでしょうね。山下さんが出した台ですから、まあちょっといろいろ探りながら打っていこうかなと。なんかね朝一からまあこちらのお店置き時がね41台あるんですけど、なんか前立腺っぽくてちょっとね置き時の方がいいのかなって思うぐらいもう朝一からバッコンバッコン当たってますよ。ゼカドーシで、まあ僕はこの台をね今日打ち切りたいなとは思ってるんですけど、さすがにちょっとねまあボーナスタイプの RT 機なんでちょっとね設定がやっぱね弱いと厳しいかな。もしかしたら大移動も考えております。はい、どうしようね。まあまだまだ移動できると思うんで弱視かな。いやー初代カンフーレディはすげえ面白かった。あれ全身チーパーをね、全身チーパー王がまあ止まればチャンス、もう2人いたらもうほぼほぼボーナスみたいなね仕様でした。まあ今回もそうなのかな。もう3人いたらだってビッグなんじゃないの3揃いは。オキドキすげえなー。
ここまで聞こえてくるよ、うん、あのね、ほんとねテケ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 っていうのがあってテケ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 って流れるとチャンスなんだよ、あの初代は、うん、それ入ってんのかな、なんかこの七セグっていうのがどうにあんの、これがこれ少なくね、チャンスにしちゃう、まあいいや、そのうち出てくるんだろう、七セグにチャンスの文字がなあ流れるのか、こう流れれば外れはボーナス、これがテケテケの代わりになったのかな、チェリーですね、お、スイカが中まで滑ってきたら、お、フラッシュしましたね、これチャンス目ですね、演出がなくてもチャンス目出んだな、お、リプレイ回ったよ、ちょっと左から押してみようか、青ってリプレイじゃないの、レギュラーは77バーですね、これはリプレイ対応役じゃないのかな、ちょっと初めて出たんで、わー止まんねー、あーダメだった、残念ダメなんだ、バーバーなの入ってる、今冗談で揃いましたね、変則推しですけど、あ、スイカか、あ、違う、チャンス目ちょっと見ましょうか、お、チェリー、お、よし、よっしゃー、86ゲームですね、やりましたー、バーン、止まんねえよ7ダーン、いいねー、一角ってやつですよ、はい、いいねー、あってことはチーパオではない、あ、バケだバケだバケだ、はい、バケなんだね投資が3本左リール7狙いでしょうか、あとはアバウトでいいんだ、なるほど、3連チーパーを避けると、ほう、アバウトでいいみたいですね、入らそう、はい、ということで RT はビッグ5なんですね、なるほど、じゃあ2回目のボーナス目指して頑張っていきましょう、いけー、あ、でもねレギュラーは確か設定差があるんだよな、うん、だからまあだからレギュラー引けた方がいいと、はい、エイシガヤムラちゃんチャンス、あのねここにも書いてあるんですけど、枠内にチェリーの個数にも秘密があってあるんですけど、初代チーパーはテケテケっていう音楽が流れるとチャンスなんですよ、でチェリーが3個だとチャンスで4個だと確定とかね、まあ、2個だとうんって感じ、だからそのチェリーがいっぱい2連とかあったりするんでそこ狙ったりとかなかなか楽しかったですよ、スイカ、お、テケテケ懐かしい、これはもうねチャンスですよ、ハズレはボーナスですからね、
いいね。何狙おうかな。まあでもバー狙っていきましょう。お、ああちょっとやっちゃった。残念。ここで止まればね、もうほぼほぼこの第二停止で、あーねえやってあ、チャンス、チャンス目出た。お、チャンス目の後のテケテケですからね。どうしようかな。あー、お、当たりました。この音楽が当たった音楽です。へえ、全身チーパーは止まんなかったのにね。今狙ったんですよ。で、右ディールは、ゲチェナって言われているリプレイチェリー7、まあ下段7ですね。狙ったんですけど止まんなかったな。どういうことってことはレギュラー67ゲーム後ろ向きに。お、やりましたやりましたー。はーい、69ゲーム、ビッグボーナス。あれ、ここどこだったっけ。ミートガーデン、芝田ね、いいミサね、やりました。さあ、ビッグ中打ち方がありますね。テトラにパンダ師匠が登場したら逆押しで右ん中で最後にチーパーを、全身チーパーを左リールに狙うと。これが成功した後は順押し適当打ちで消化と。なるほどね。ビッグチューンはあれなんですよね、初代は右中って適当に押して、そのひょうたんの停止系で左リールを打ち分けてひょうたんを獲得するっていう。で、花火みたいにジャックインっていうか、こうリプレイ外しがあって、それはどこでもいいんですよ。どこでもいいんで、全身チーパーをビタ押し3回チャンスがある。あ、出てきた、出てきた。そしたらまあ波出てますけど、こう左下がりに、まあ逆から言うと右、逆、左から言うと右上がりにね、まあでもテンパしてからこうか、左下がりにひょうたんがテンパしたらチーパーを狙うと。外れた遅かったやばいやばい、終わっちゃったちょっと損しちゃいましたね。はい、でここから RT ですね。奥義時は15ゲームで試練に行ってループすると。おー、すごいね、いいね。15で終わんないんだ。 RT1 は奥義中基本的に通常時どうでしょうか。うーん、まあ打っていこう。終わっちゃうよ、終わっちゃうよ。終わりました。あ、まだいいんだ、試練ですね。転落リプレイで通常時、なるほど。お、シェリー出てきたよ。お、パンダ師匠、パンダ師匠出てきたよ。手順成功で奥義、適当適当で、あ、ナビ出てますね。これでここでチーバーを狙うと。おい、あいよー。お、またこれで奥義に戻るとループするわけですね、ここで。なるほど、はい、ここで試練。お、あれ、リプレイが転売しちゃったよ。あ、いいのか
なるほど、これが転落リプレイなんだ。あ、サイチェーン。なるほどね。ほうほうほう。まあこれでね、RT を継続させていって、RT 中にボーナスが引ければ、出玉を減らすことなく、さらにね、増やすことができると。なるほど、なるほど。まあでもな、今出てますけど、結構ボーナスが、まあ重たいっていう言い方するとね、ちょっとあれですけどね、まあ合算でいくともうほど140分の1ぐらい、6だとねこう乗ってますけど147分の1で、中間がなくて上だと164、あ、1が164で6だと147とで、レギュラーに設定下がってビッグはもう295分の1なんですけど、これ合算なんで、だから引けないとハマる、要は青7は何分の1で、チーパーをビッグが何分の1とかって分かれてるんで、だからそれを引けないとちょっとハマっちゃう可能性はある。お、チャンス目、演出ない、あった、残念。お、はい、チャンス目ですねこれね。お、熱い、ボーナスは子役だから、レア役の後の子役が連チャンしてるんで、ボーナスの可能性もあるよこれ。わっ、子役を否定してます。やりました、危ない、あと5枚でしたよ。やりました、ビッグボーナス294ゲーム、危ない、あと4枚、さっき失敗したんでね。あー、やっぱビタじゃないとダメなのかな。おい、ちょっとさっき失敗したんで、ちょっと早めに押したんですけどダメだったんで、やっぱビタもしくは1コマとか。はい、ラスト、はい、やりました、さあ RT です。さあ15ゲームを消化、あ、終わっちゃう、終わっちゃった、転落リプレイを引いてしまいました。まあまあまあ、よいしょ、いいね、かわいい、やったー、持ち玉です、試練、あら一発で引いちゃった俺。残念、24ゲーム、飲まれました、残念、つかどーし。まあでもまだ4本目なんでね、はい、はい、ちょっとですね、まあ、まだ打ちますよ、ね、まだまだ打ちたいんですけど、ちょっとですねハマってしまって、まあこんぐらいの試行回数なんでね、もうポポンとボーナス2回ぐらい引いたらまたすぐね、140、50分の1ぐらいに戻っちゃうんですけど、ちょっと移動します、端っこに移動しようかな、もうすでにちょっと何ゲームか回されちゃってるんですけど、まあ81ゲームで、ボーナス0回台、はい、
ちょっとこいつね、真ん中の台は昨日出てるんで、まあ、据え置きだったらいいんですけど、まあ、とりあえずこいつで行ってみたいと思います。えいえい。今回撮影に協力していただいたこちら、ミッドガーデン柴田店さんの宣伝をちょっとだけ。もうね、話題の信頼はドカン入ってますんでね、ぜひね、お近くの方はこちらのミッドガーデン柴田店さんにね、遊びに来ていただきたいと思います。あとですね、PMATTV の展開中東会、こちらのお店でも開催していまして、前はね、開催日にしか投稿できなかったんですけど、最近、なんでも1ヶ月間ぐらい、投稿できる期間が増えたらしいんでね、ぜひね、遊びに来ていただいたお客様、もうプレミア出たらぜひね、写真撮っていただいて、投稿の方していただきたいと思います。さあ、今回ね、信頼のカンフーレディテトラ、ね、ちょっとビッグは弾けてないんですけど、設定差のあるレギュラーを、まあ、なんとかね弾けてるんで、このまま頑張って打ち切って、ね、ちょっとこうなってるんですけど、こういう風にしていきたいと思いますので、引き続き動画の方見てください。頑張るよ、えいえい。はい、2代目も、カンフーレディね、テトラ。頑張っていこう。レギュラーかなこれ。バケなんだね。バー狙って7番滑ってきちゃったんで狙いました。はい、なりました。さあ、こっから試練。17ゲームです。早い、400いっちゃったよ、400。あら、まあ全然ジャグラーでもね、花々でもね、400いきますけど、いやー、ちょっとなー、まあ、できれば行ってほしくない数字ですよね。ああ、よかったよかった、危ねえ。ありました。早くない？うわ、26ゲーム早いって。バケなんだね。バケでした。マジか。やりすぎだろう。5連続はねえだろう。負けなんだね。いやー、これ痛いよ。5連続ですよ。まあ合成は良くなったけど、ただね、僕はあのレギュラー病っていう持病を持ってるんで、人よりレギュラー引いちゃう病気を持ってるんでね、どうでしょう。まあ、レギュラー選考の方がいいいいって言いますけど、まあでも引きやすいビッグを引けてないわけですからね、それもちょっと問題なんですよね。おお、初めて見た。ベルの後ですね。マジか。いや、こんな展開になるとは。
残念。お、残念じゃなかった。当たった。いやー、あー、トン、うわー、レギュラーだ。すごいなー。ちょっとレギュラー多すぎるよ、心が折れる。いやー、3の8ですか。ちょっとあれですね、レギュラー選考は嬉しいんですけど、レギュラーよりも引きやすいビッグを引けてないっていうところが、ちょっとビッグ確率にも設定差があるんだったら、まあもうやめてもいいかなっていうね感じなんですけど、まあ、設定差がないんで、まあその設定差のあるレギュラーは今のところいい感じに引けてるんで、まあちょっとね、打ち続けたらどうなるのかっていうのもちょっと興味があるんで。ちょっと打っていきます。せっかくね、あの大好きだった初代の後継機、まあ正確に言うと後継機ではないのかもしれないけど、まあね、RT もくっついたりとか、まあ多分いろんなものがこうテトラだったりとかくっついてるんで、いいとこ取り、まあこう長く打つのもなかなかないんで、せっかくなんでね、ちょっと今日は心折れるまで打っていこうかなと、ちょっとリノ行こうかななんて思ってましたけど、いやせっかくなんで、バケ5連の後に600だよ、しんどいわ。チャンスチェリー、お、お、やった当たった。いい、レギュラーはない、668ゲーム。はい、やっと引けた。670回転ブラスト、よいしょ、 RT 中に引きたい。はい、こっから試練。嘘だろ、早い、18ゲームで終わった。言葉にならないね。この展開。32本目。もうレギュラーがやってきます。はい。よかった。はい、やりました、ビッグです。嘘だろう、1ゲームで少ない、そうだろ、66パーあんの、ほんと一発落とすな。
66% の温度1000回転から2000回転ぐらいってまあね、全然まだまだわからないんですけど、そこから巻き返すこともあるし、ただ3000回転はねちょっともうだいぶ片足突っ込んでるかなみたいな、うん、そこから6になかなか持っていくのは厳しいかなって思うんですよね。まあまだ可能性はありますけどね、ゼロではないけど、だから僕はだいたいそうですね、本当に3000回転ぐらいは打たないとちょっと分かんないって。まあジャグラーでもそうですけど、あとはね、AT-ART 機も、まあ、設定差がレアくありますけどね、まあ、大体こう強チェリーとかって重いじゃないですか。やっぱ3000回転ぐらい最低でも回さないと、ね、そこから先は回したくてもね、状況が悪すぎたり、まあもうお財布的にもちょっと嫌だなと、回したくないっていう状態もあるんで、回せんなら5000回転。まあでも今回僕この台を、まあ、3200回転回してますけど、1台目も回してるんで、もう4000回転以上は回してますね。諦めるか、本当は諦めたくないんだけど、まあもうここまで回してね、3600回転、この台だけで3600回転回してます、はい。まあ、360分の1レギュラー確率がですね。まあ、ここから上がるかどうかと言われるとちょっとね微妙だと思います、はい。まあでもだいぶなんか慣れたというか、まあ、一通り演出は見たのかなということで、投資が結構いっちゃいましたけど、207枚ですね。はい、ということで、投資の方はですね34本使って207枚という結果に終わりましたね。最後にね、まあ、僕はつぼれなかったんですけど、店内の状況をねちょっと紹介していきたいなと思います。おー、オージャグラ136分の1、おーEX 112分の1、しかも15の20で、そこ相当回ってますもんね。結構強い数字だね。こちらのスーパーミラクルジャグラーも14の11で123分の1ですね。これも強いかな、まあまあ。105分の1という、グレートキングハナハナ、ね、あります。おー、すごい5000枚オーバー。絆、49の38ね、これもすごいですね。50の34、4000枚ぐらいいってますね、ドンと。この台すごいの、3000枚オーバー、ね、スロット魔法少女マドカマギカの初代ですね、はい。あとはどこかな、やっぱオキドキですかね、メイン機種と言われている。やっぱ今日はオキドキだったのかな、オキドキの稼働がすごい、2000枚2000枚のね、なるほど。まあね、そういうこういういい台はぜひともお客さんに打っていただいて、ガチ勢の方にまあ僕もガチですけど、ガチっていうかね、マジで打ってますけど、設定カンパってか設定を狙いに行ってるわけではないんで、ああよくば設定があればいいなと。まあ一周ぐるっと回ってきた感じですね、まあノーマルタイプコーナー、ジャグラーコーナー、あとはオキスロね、花々コーナーに、まあパラパラと、でそうですね、絆にやっぱ設定入ってそうな感じの台が何台かで、やっぱりメイン機種であろう41台ある、おきどきですね、おきどきが今日はちょっといいのかなと、かなり、まあ、僕はね、撮影なんで、そのなんだろう、かつ立ち回りの番組で
でもあるっちゃあるんですけど、まあ、どちらかっていうと、まあ、その1台の機種を頑張っていこうっていう感じの番組なんで、まあ、今日は新台のカンフーレディテトラを打ちましたけどね、今日はカンフーレディテトラには設定入ってなかったみたい。結果的にはマイナス収支ということになってしまいました。まあ、34本、1700枚使って、207枚ですね。まあ、1500枚マイナスでございます。約マイナス、約じゃなくて1493枚か。いやー、もうちょっとねビッグ引いてほしかった。設定差のないところは引けないで、66% あるはずの RT のループ率がね、違う意味で引きが良くて、もうね転落させまくりでね、まあもう全てがね今日ちょっと私の引きが伴ってなかったね。まあちょっと確率的にはね良くなかったんですけど、レギュラーも最終的には悪くなってしまったんだけど、まあもうちょっと収支的にも、まあマイナスには違いないんだろうけど、まあこのマイナス1497枚なんて結果には多分ならなかったはず、うん。まあでもね店内結構盛り上がっていて、特に置き時コーナーなかなかすごいいい感じで初当たり引いてて、偶数挙動なのかなみたいな、まあ、2000枚という台はもうそこら中にあって、もう皆さんなんか分かっててなんかずっと追っかけてるのかなっていう感じでした。まあ、だから今日はね、まあ、毎日置き時ってわけじゃないんでしょうけど、まあ今日は、まあ、土曜日だし、ね、休みの方もいるんで、こうやってお客さん集まってくるんでね、置き時だったのかなみたいな、ね、ぜひね私があのこちらのミッドガーデン柴田店で土曜日撮影で、まあ、僕はもうバラエティとかなんかいろんな好きな台打ってるんで、もうぜひ皆さんは置き時とか、ね、強い機種に行ってください本当に、ね、はい。ということで寝台だったんでね、本当はねこう挙動とか演出とかいっぱい見せたかったんですけど、うん、まあ足りない分はぜひね皆さんがお近くのホールで、楽しい機会だと思いますんでね、ぜひねカンフーレディテトラ楽しんでいただきたいと思います。今回は勝てなかった、次回は頑張ります。えいえい。